ジパングニュースの時間です。お笑いコンビ爆笑問題の太田光氏が TBS の選挙特番選挙の日2021太田光と問う私たちの未来に出演し、発言が波紋を呼んでいます。太田氏は開票直後に苦戦が伝えられていた自民党幹事長の甘利氏と中継で対談。甘利さんお元気そうじゃないですね。何かあったんですか？甘利さん、これもう戦犯ですよね。もし負けたら、総裁が OK って言ったら、自分からは身を引かないってことですか？ご愁傷様でした、などと発言。さらに、二階俊博自民党前幹事長との対談では、人相が悪いんですけど怒ってますか？自民党の象徴みたいな存在だと思うんですけど、いい意味でも、悪い意味でもね、と問うと。いい意味だよ。悪い意味がどこにあるんだよ、お前、と二階氏も応戦。最後に、二階さんはいつまで政治家続けるつもりですか？と聞くと、二階氏は、それは、選挙民の皆さんが決めることであって、君が決めることではない。大体ね、今日が当選したばっかりでね、いつまで政治やるんですかって、お前失礼だよ。と、憤怒しました。このニュースによるネットの反応は、相手がどうであろうと、さすがにご愁傷様はひどすぎ、ある程度の節度と、人としての最低限の常識、尊敬があってこその問答だが、太田には、残念ながら、全くそれがなかった。本音を引き出そうとしてだと思うけど、挑発の仕方がおかしい。本人は面白いと思っているのだろうけれど、無礼でしかない。投票した人間をバカにしてるのと一緒。ご愁傷様って、その候補者に入れた有権者に向けて言ってるのに気づいてないよね。表面上失礼だと言ってるが、みんなよく言ったと思ってる。もういい歳なんだから、いつまでやるのか聞かれるのは普通だと思う。太田さんは立派だと思う。怖くて、みんな、忖度ばかりの当たり障りのない質問してる中、聞きたいことを聞いていた。世代交代に向けてやっていくのか、あくまで自分の権力を震えるところまで振るってやろうとしてるのか聞きたいってこと。支持者は、もう仕方ないけど、ここで落選させる動きがなかった時点で、多数の国民が、ここの有権者をバカにしていることは事実。口には出さないだけ。話題になったら、何でもありで、質問の理由や道筋がないんだから仕方がない。この人を選んだテレビ局の責任だから、太田さんが悪いわけではない。これは、地元の有権者にいつまで政治家続けさせるつもり？って聞いた方が良いと思う。でも、よく聞いたね。どの局も選挙特番やってるから、こういうのが、一つくらいあってもいいと思う。ニュースは以上です。よろしければ、皆様の意見をお待ちしております。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録を、お願いいたします。